こんばんは、ピヌさんです。グランディアの続き、火の山を攻略していきます。うわーびっくりしたまあモンスター次第なんだけど、今変な感じになったけど、モンスター次第なんだけど、まあ弱かったら2人でも戦っていった方がっていう感じもしてるんだな。まあなんとかなるね。これで経験値が100ぐらいあればないか、あるな、80、悪くないような気もする悪くないような気もするけど、どうだろうね。長そうだね。こっちがルートっぽいよな。でもなんか分岐があったんだよ。こっちも分岐になってんな。くそーなんかアイテムとかを落としちゃいそうで怖いのと、あれなんだ、モンスターはいきなり出てくんのか。育てるか、少しぐらい。あー、まあ育ててもいいっちゃいいような気もするな。悩む。今回長そうですねこの感じだと、工程が、工程長いだろうな。あんまりサクサクいく感じしなくなってきたな。やっぱりパーティー4人いるっていうのがいかに楽だったかっていうのがわかりますね。まあルートをね、どうすっかな、寄り道したいんだけどね。なるほどね。多分普通に北ですよね。あれ、先制攻撃は取れなかった。うわ、ホットドッグ4体か。回復するかも。あ、大丈夫か。お、なんか落としたな。杖。雨雲の杖か。雨雲の杖ってまあまあ高かったよね。なるほど。これあれかな、スタートっぽいところに戻ってきてる？いや、そんなこともないな。2体だったらなんとかなるんじゃない？ならないかな。
なるね。2体だったらなんとかなんのか。ちょろいちょろい。戻ってきたね。普通に普通に一周してきたね。まあモンスターがいるところに行けば必然と場所がわかるっていうのが、まあ、グランディアいいシステムですよね。あ、木か。お？え？なになになに？ああ、そういう仕組み。敵が出てきません。ん？む、スーよ、ジャスティンとフィーノはあそこにいるぞ。お、合流ですか。あ、ほんとだ、やっと見つけた。ねえ、ジャスティン、フィーナ。助かる。あ、ガドウィンス、ここまで来てくれたのね。当たり前じゃない、二人を生贄になんてさせないわ。ねえ、ガドウィン。うむ。とにかく頂上にいる火の竜とやらを倒せば全て解決するらしいな。よーし、ならやったろうじゃん。みんな行こうぜ。オッケー。これで戦闘凋落になるはず。まあルートは3つに分かれてる感じだな。まあ、ちょっといろいろ見て回りながら。あ、これは戻るのか。意外と一本道なのかな。麓へ。ふもと？ふもとってことは、これ火の竜を倒してから歩いて下山するパターンだね。なるほどですね。ん？あ、違う、こっちじゃないんだよな。いたいた。お、強そう。マグマ人。マグマ人か。あ、あとは殴ってって良さそうだ。うわ、すげえじゃん。300。やっぱ4人がいいね。めちゃくちゃ効率がいい。ん？お、いるいる。こいつ効率いいな。マグマ人。マグマ人トータルずっと殴ってってもいいような気もするね。まあ技きた、ああ技鍛えてもいいんだけどな。あーでも習得スキル出るからな、鍛えていくか。オムラムチ。行くぞ。あ、全然食らわね。まあそりゃ火の属性あるだろうからな。
うわ、もう全然じゃないですか。ってことはバンフレームとかは多分入らないですよね。ちょっと待ってくれ、なんか思ったより効率が悪くなってんな。まあ火だからな、グレンケンとか無理だろうな。ライガーが割と入るってことか。いや違う、物理めっちゃ強いじゃん。物理だな、この敵は物理だ。あ、雨雲の杖がまた。雨雲の杖結構いい値段で売れそうなんだよな。スーあれか、雨雲の杖持ってるから強いんだろうね。そうじゃない？セーブじゃない？セーブ？装備？装備だよ。装備。まあですよね。仕掛けがあるな。行くべきか。意味ないか。意味なかった。ひどいんだよね。いたいた。ホットドッグも物理効いてるから全体的に物理で攻撃していった方がいいね。人数関係ないもんね。人数で割られないってことはやっぱり4人いた方が効率はいいな。経験値ね。経験値の話をしました。なんだろう、火の山意外と簡単に頂上には行けそうな雰囲気は感じますね。お、スキルレベルアップ。まあ、ジャスティン中心でしょうね。わ、おいおいおい。ん？マナエッグみたいなのが今、上にあったな。あれ、どうやって取るんだろう。マグマ味。ちょっと待って敵が今めっちゃ動いてた。まあケロマ、雨雲の杖めっちゃ落とすな。えらいドロップするね。
レベルはめっちゃ上がりそうだから、ジャスティンレベル18ぐらいになってくれるとありがたい。ここもレベル上げにはいい場所だな。あれ？行けないんだ。あれ？行けないのか。ルートじゃないんだ。あれ？いるね。ここはいるわ。攻撃の物理言えたかった。また雨雲だ。めっちゃ効率よく倒した杖ドロップしすぎだよな。ちょっとドロップ率高すぎるな。なんか最初ぬか喜びしてたのに。預かり証あったもんな。確かにな。中腹1にな。あれなんかな、その、あ、ピーナかな。アイテムドロップしまくるんだろう。お、ムーニャを覚えた。もうどっから来たっけっていうのが分かんなくなるんだよな。一瞬なんか隙間の時間で特に考え事なんかしてると逆に来てるな。
いや、合ってるかな。来たことないんじゃない、こっちは。あれ違うな。中腹に2だから。な、え？え、方向音痴になってるな。あれ？ここ戻ってきたな。これは戻ってきたな。ここ見覚えあるな。ひとまずコンパスを頼りにしながら、敵がいる場所を探す。あー、これ渡ったよな。渡って左か。お、ここを右に行ったんだよね、さっきね。もうちょっとでガードウィンもレベル上がるんだよ。これは抜けるな。山頂来た。山頂来たよ。多分セーブがあるはず。いや、その前にもう一下りか。ガードウィンがちょっと迷走した。もう MP なくなった。あ、マジか。あれ、もう近いぞ。でも、yeah!
おお、びっくりした。いやー、おお、びっくりしたー。セーブありそうでも。あー、なんだい、あれか。一気に来ないんだ。消えた。ああ、来た。来てしまった、ついに。あそこ、あそこ多分マナエッグみたいなの落ちてんだよな。ついに来てしまった、セーブが。ってことはもうボス、出てきますよね。いや、5番目か。もう20時間だ、プレイ時間。スクロール固定された。うわー、あっつー、あそこにいるやつのせいか。ジャスティンよ、あれがガンボを苦しめている火の竜のようだ。へへ、見てろよ、俺はそう簡単に生贄にはされないぜ。ジャスティン、油断しちゃダメよ、ほらこっちに来るわよ。ってことはひとまず、まあ様子を見ないといけないんだけど、ヒーラー2人って設定して、マッドラゴン？マッドドラゴン？まあガード、まあ、とりあえず友人剣ぶっ放すよね。浮いてるけど入ると思うんだな、さすがに。しびれムチが入るって感じしないんだよな。でもな、ああ。炎系じゃないと思うんだよね、攻撃。2000、ああ、はいはい。またちょっとね。まあでも結構ダメージは入るね。私たちを守って。これなんか前戦った。モンスターと一緒で、まあどっちか2150削り切れば OK なのか、それぞれなのかっていうね。友人剣、あ、全然入ってない。グレン剣じゃないでしょうね。あー、 OKOK、 両方とも HP は共同ですね。あ、
トイスラーでいいような気がする。グレンケンじゃない気がするな。私たちを守って。よし、ずれてる。ちょっと一旦グレンケン打ってみるか。多分そんなに効かないと思うんだよね。で、スーはもうずっと肉球だね。まあそういうことだよね。やっぱり炎属性は無駄ですよね。あー、なるほど。天地大乱。ん？おー、効いてる。マジか。 OKOK。 パターンとしてはなんかつかめてきた。私たちを守って。防御レベル上げれるだけ上げていって、あ、マックスどれくらいかな。まあ10はないと思うけど、3ぐらいでも止まりそうな気もするし、今3でしょ。で、ジャスがずっと V スラぶち込んでいくか、まあライガー使ってもいいか。ライガー使ってみようか。このなんか強そうな攻撃がずれてるのが助かるわ。なるほど、 V スラだね。完全に V スラですね。ガドウィンはもう攻撃に行っていい気がする。回復これがずれてんの助かるわ。ほんと助かる。まあ、これは余裕ですね。あ、V スラーなくなった。あ、じゃあ通常物理で。あ、ちょっとジャスティン場所が悪い。フレーム、あーでしょうね。直撃した。あ、まあまあ食らうね。
やっべ、2900だって。すげえ上がった。助かる。おっしゃー、やったぜ。ガッハハ、やったな、ジャスティン。ジャスティンとフィーナを生贄になんてさせないんだから。あれ？もう一回ある？あ。ジャスティン、あれ？何か光ってる。ほら見て、あそこにも。ん？何？フィーナ。精霊か。ほんとだ。確かこれって、ウズキの塔で見たのと同じやつだ。うわ、なんだなんだ。火の山が復活するのだ。すぐに噴火が始まるぞ。ここ火口だよ。噴火なんかしたらみんな生贄。焼き贄かしら。のんきなこと言ってないで早く逃げないとみんな黒焦げよ。なるへそ。あ、なるほどね。これで多分また走って降りていく途中に何かしらイベントが待ってるんだろうな。よし、よし。まあでもモンスター復活さえしてなければ楽だけど、コンパスがね、下りの時ってあんまり役に立たない時があるから、まあそこ、うわっ！まあ確かにこいつらは倒してなかった。見て、火の山が噴火してる。おお。ムー、火の山が復活したか。麓まで急いだ方がいい。ジャスティンよ、行くぞ。おう、ガドウィン、走るぞ、みんな。ああ、いいですね。キャー、お化けよ、お化け、こっちに来ないで。あ、あんたたちは火の竜に加えたはずの、子、勇気あるカップル。お、俺たちが悪かった。どうか迷わず成仏してくれ。いや、こっち見てるわ。いや、勇気あるカップルの幽霊ども、俺っちの彼女に手出したら、このストイックでデンジャラスなムルア様の右腕が黙っちゃいねえぜ。あのな、俺たちやっとの思いで火の竜を倒して帰ってきたとこなんだぜ。じゃあ本物。こいつは大変だ。生贄が無事だったなんてこんなに嬉しいことはねえや。おい、リアナ、ひとっぱし村長にこのことを知らせてきてくれ。今夜は村中でお祭りだぜ、きっと。リアナ一人じゃ嫌ねえ。一緒に来て、ムルア。まったく甘えん坊だな、こいつ。じゃあ一緒に行こっか、リアナ。なんかやってらんないよな。うふふ、怒らない。さあ、私たちも行きましょう、ジャスティン。
よ、めでたいめでたいめでたいな。これほどめでたいことはない。シャララララ、火の竜は死に、ルルル、願望は永遠に温かい。もう生贄も必要ない。つまりこれからはずっといつまでも祭りができるというわけじゃ。あ、よいしょと。竜を倒したジャスティンとフィーナ、そしてガドウィンとスー、この2組のカップルを本当の勇気カップルズとしてガンボの歴史に永遠に言い伝えよう。ほれ皆さん、遠慮せず、もっと飲んで、もっと食いなされ。 いやもう十分お腹いっぱいなんだけど。もうダメ、お腹いっぱいで眠い。プーイ、まだ起きてる？ガッハッハッハ、さすがのわしももう腹いっぱいだ。そうそう、先に宿に戻ろうとするか。先に寝るぞ、ジャスティン、フィーナ。お前たちはこの祭りの主役なのだから、もう少し楽しんでいくといい。シャララララ、これはお名残惜しい。どれ、わしが宿までお送りしましょう。おやすみ、ジャスティン。あんまり夜更かししちゃダメよ。あれ、いつの間にかガドウィンとスーがいないのね。いつの間にかって、ついさっき。フィーナ、それって何飲んでんのさ。どうしよっか、ジャスティン。私たちお祭りの最後にみんなの前でキスしなくちゃいけないんだって。え、本当？あはは、嘘よ、ジャスティン。嘘。本気にした？ねえ、少し暑くなってきちゃった。ちょっと外に涼みに行かない？いや、もう少しここにいるよ。だって俺たちこのパーティーの主役らしいし。ふーん、じゃあやっぱりこれを飲んでいよっと。あー、なるほどね。ここは俺たちがいなくても大丈夫だろ。あ、ジャスティン、今なんかエッチな目になった。あー、もう何なんだよ、行くの行かないの。あはは、嘘だってば。ごめんなさい、ジャスティン。さあ行きましょう、ジャスティン。なるほど。ああ、私嬉しすぎてもうダメ。こんなこと生まれて初めてよ。嬉しいのはわかるけど、俺たちがどんな目にあったか考えてくれよな。まあ割と平気なダンジョンでしたけどね。ふう、夜風が気持ちいい。今この村ってみんなカップルなんだもの。見てるだけで照れちゃうわよね。ほら、あそこにも、ここにも、あそこにも。あ、勇気あるカップルさん、おかげでガンボは幸せいっぱいだよ。あなたたちのおかげよ、本当にありがとう。こうやって旦那と並んで歩くことができるなんて思わなかった。ふふ、よかったわね、幸せなカップルさん。君たちも素敵なカップルだよ、ね、ナイナ。うん、お似合いのカップルだわね、ダンダ。そうだ、ダンダ。どこか近くに涼めるところってないかな。そうだね、桟橋か離れ小島に行ってごらん。涼しいし、落ち着けると思うよ。なるほどね。離れ小島に行きたい。まあ、確かにカップルだらけだね。君の流れるような髪、君の天使のような笑顔、君のルビーのような瞳。この全部が好きだ。何から何まで君のことが好きなんだ。甘いですね。あ、これ桟橋か小島でイベント変わりそうだね。ダンダさんたちの言ってた通り、ここは静かなところね。夜の海風の匂いがとても素敵ね、ジャスティン。え、そうかな。俺には昼間と似たようなものだと思うけどな。もうジャスティンったら、あっちに行ってみましょう。夜の波の音は素敵よ、きっと。え、ちょっとフィーナ。ねえ、見て、ジャスティン。まるで降ってくるみたいな星空。こうしているとまるで二人で空に浮いているみたい。本当だ。でも冒険者ジャスティンとしてはいつかあの星の向こうまで行ってみたいよな。あの一番でっかい星まで二人で行こうぜ、いつか。え、あの星に二人で一緒に。ジャスティン、今とてもいいこと言ったの自分でわかってる？へ、当然さ、冒険者なら当たり前だろ。もうジャスティンったら、たまには冒険のことを忘れましょうね。でもさ、俺たちこうしてると本当のカップに見えるよね。
なんて、てへへ。当たり前じゃない、忘れたの？私たちニューパームで略奪結婚までした仲なのよ。あれは違うだろ。あれは鼻垂れのパコンが。ふふふ、冗談よ、冗談。でもね、ジャスティン、私、ジャスティンと冒険に出てよかったと思ってる。本当よ。ジャスティンに会ってからはいつもとんでもない冒険とトラブルの連続。この村でもやっぱりゴタゴタに巻き込まれちゃったし。フィーナー、それって、全然良かった話に聞こえないんだけど。ふふ、でもジャスティンにはそういうこと全部受け止めて解決できる素敵な、そんな素敵な力があるのね。お。おお。フィーナー、一応前もって聞くけどさ、フィーナって俺のことを、静かに。こうして言うといい気持ち、世界中にまるでジャスティンと私しかいないみたい。あれは、精霊だ。うずきの塔や火の山で見たのと同じのがここにも。ジャスティン、見て。綺麗。おお、あんなに綺麗な星空に精霊たちが舞っていたのよね。私なんだか今でも夢を見ていたんじゃないかって思うくらいよ。ジャスティンはどう？そう言われると確かにね。でも俺とフィーナの二人で確かに見たんだ。夢なんかじゃないって。昨日はお腹いっぱいになったら急に眠くなっちゃって、あれからすぐ寝ちゃったの。ああ、惜しいことしたな。私も夜空に浮かんだ綺麗な精霊っていうのを見たかったのに。残念だったな、スー。今度同じようなことがあったら絶対起こしてやるからさ。精霊というのは普通滅多に遭遇するものではない。まして二人が見たという精霊は並外れた多さだ。わしにはジャスティンが精霊に仕えているように思えるのだがな。お主何か心当たりはないか？俺だって精霊を見るようになったのは壁を越えてこっちに来てからだしな。昨夜のことといい、うずきの塔でのことといい、ジャスティンのもとに現れる精霊というのは、今まで聞いたどんな話よりも多い。しかも、ジャスティンに対して何か意志を持っているようにも思える。精霊ってあの、ふわふわしてていつも光ってるやつなんだろ？あれに意志なんてあるのかな？精霊についてこれ以上はわしにもわからん。アレントとやらに行けばわかるのではないのか。でも精霊って不思議よね。パームにいた頃は全然見えなかったよね、ジャスティン。昨日の夜は本当に綺麗だったわ。きっと忘れられないだろうな。ああ、これで会話大体終わりですね。そういえば昨日の夜、ジャスティンたちと別れた後、この宿屋にダンダたちが来てるな。ガンボを救ったお礼にいつでも船を出せる準備をしておくと言っておったぞ。ラッキー、これでようやくツインタワーに行けるな。たはは、壁を越えたらすぐリエーテに会えると思ってたのに、なんだか嫌に遠回りしたな。元は全部ジャスティンが悪いんだからね。ちゃんと反省してるの？わかってるって。まあいいじゃんかよ。それだけ冒険できたってわけなんだからさ。ちょっと甘月の杖、違う、雨雲の杖を売っておこう。
高いといいね。たっけー、2000だって。いや、すげえ金増えたんだけど。ああ、灼熱の無知、爆裂属性。爆裂だって。この辺どうしよっかね。なんか、売っとっか。ああ、元気層も売って、干し肉とかんすな。使わないんすよね、ほんと。回復系。SP の回復は残しておいていいと思うな。まあ、これででもまあまあすっきりしたか。どうしようね、ツインタワーの次のセーブまでやりますか。あ、違う、間違った。間違って村を出てしまった。村長の家ってどこだっけ。毎回わかんなくなる。なんか結構奥まったところにあったよな。これだね。まあ、挨拶がてだね。おお、勇気あるカップルよ。ガンボの祭りは気に入ってもらえましたかな。ああ、精霊も見えたしね。あんなにはっきりと精霊を見たのは初めてだったよ。ほほう、精霊が祝福してくれるとは、さすがは勇気あるカップル。カップルの中のカップルですな。まあ、確かに。お、また温泉が出るようになったぞい。あれ違うな。まあ、頭迷った。まあ、桟橋に行ってみても面白かったかもね。昨日のイベント。よう、勇気あるカップル、どうだい？ツインタワー行くかい？よう、行こうぜ、行こうぜ。よし、そう来なくちゃ、無事送り届けてやるぜ。船のことなら俺に任せとけって。ああ、やっぱりあなたってかっこいいわ。おお、あ、もうすぐだね。あ、セーブあるわ。俺たちはここで待ってるぜ。いつでも帰れるようにしておくから安心してくれ。それからツインタワーのことちょくちょく調べてたやつから前に聞いたんだけど、タワーを囲んでる4つの門のうち北門だけしか出入りできないそうだ。他の門は全部閉まってるらしいぜ。3球団だ。ねえ、あたたち、好きなだけ冒険してきてね。私たちずっとずっと待ってるから。そうだね、二人っきりでずっと待ってようね、ないな。あー、甘いな。まあ、甘い時間っていうのはもう、まあ、いいんじゃないですかね。セーブはここか。はい。やっと、ツインタワー来ましたね。20時間。まだ3分の1ぐらいでしょ。全工程の。3分の1だよ。20時間やって。すごいよね。はい。ということで、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。